ナンバーシックスで、それもクロノスで何不自由なく暮らせて。もしかして市当局による情報操作が。あの都市はな、自分に絶対服従する者しか受け入れないんだ。逆らったり異議を唱えたり反対する異物は絶対に許さない。僕の生きてる世界がどうなっているのか、真実を知りたい。あんたが真実を知って、それでもまだナンバーシックスを守りたいと思うんだ。あんたはナンバーシックスを愛し、俺は憎んでいる。だからな、俺たちはいずれ敵になる。気持ちはわかる。でもこんな時こそ気をしっかり持つんだ。シオン、お前さん死ぬぞ。本気でそんな甘っちょろいこと考えてるんだ。ネズミ、なぜナンバーシックスを憎むの？ナンバーシックスがある限り自由になどなれない。敵か味方か、壁の内か外か、その壁をなくしてしまえばいいんだ。そうすればナンバーシックスという場所自体がなくなる。